どうもこんにちは。ジャズが脳の疲労回復に効果的だと、ね、私も夜にレコードかけてジャズ聴くんですが、非常にリラックスするんですよね。ね、ウイスキーなんかも一緒に飲みながら聴いたりしてるんですけども、とにかくリラックスできます。で、このジャズの持つリズム感が効果的らしいんですよね。まあ、人間が叩いてるわけですから、こう速くなったり、まあ、若干遅くなったりというグルーヴがあるわけなんですよね。そしてこう四つ打ちである、基本的にさらにスイングをしている、そういったリズム感がリラックス効果やストレス発散に一役買っているということらしいです。で、そういった音楽を聴いていると快楽物質であるドーパミンが分泌されると、それで非常に高いリラックス効果を得ることができる。もう一つありまして、脳には心脳と言われる部分と嗅脳という部分があるらしいんですよ。で、記憶力や思考を司っているのが心脳の方で、嗅脳の方は食欲だとか生存欲とか、そういう部分を司っているのが嗅脳で、現代人はその心脳、まあ、記憶や思考の部分をとにかく使ってるんで、脳が非常に疲れやすいと。で、それをやめることはまあ不可能なんで、まあ、下げることができない。だから嗅脳の方を刺激するとバランスが非常によく取れるということなんですよね。それです。嗅脳の方を刺激するのにこのジャズがとてもいいということでした。あと、日本人とジャズとの意外な関係で、こういう記事も読みました。マイナーなコードが多いジャズは日本の演歌に通ずる情緒があるので、演歌が嫌いな人でもジャズには入りやすいっていう話でした。私も演歌聴くことないんですが、でも子供の頃から、まあ、テレビやラジオでこう、なんていうのかな、意識しないでもこう耳に入ってきてたんで、なんとなくこの日本人に生まれてきたから知ってる感覚みたいなものは体の中にあるんですよね。だから、ちゃん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 ちゃらちゃん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 の次が読めてしまうと言いますか、演歌嫌いなんだけども、なんとなく日本人的な感覚で演歌のあるメロディーが鳴ったら、その先のメロディーが予測できてしまうような、まあそういうことはありますよね。得意じゃないんですけどね、全然聞かないですけど、そういう情緒がジャズにも通ずる部分があるっていう話なんでしょうね、おそらく。はい。あと、ジャズを聞くときにウイスキーが相性がいいなって思うのが、アコースティックな楽器の響きとウイスキーのアロマが相性いいんでしょうね、おそらく。で、ちょっとウイスキーの説明したいと思います。ウイスキーの熟成のために使われている木は樹齢何百年もというオーク材からできていますと。ウイスキーの芳醇な香りはこのオーク材の樽から溶け出した様々な成分がウイスキーの原料である大麦麦芽の成分と混ざり合って生み出されると。で、この天然成分の香りがウイスキーアロマとなって心身に効くということらしいです。まあこうリラックス効果を生むということらしいです。で、もう一つあります。ウイスキーの香りには森の香りと同様の鎮静作用があると、脳波を調べた研究でも同様の結果が出ています。またラットを用いた実験では血液中のストレスホルモンを抑える働きも確認したと言われています。サントリーより。ウイスキーの言語はゲール語で生命の水という意味のウシュクベーハーだと言われています。やはりこのウイスキーがもたらすリラックス効果、鎮静作用、それとジャズのアコースティック楽器の響きが、あとリズム感ですよね、そういうものが人間の脳にすごくリラックスをもたらすということが言われております。まあジャズのイメージっていうのは、まあ、人それぞれなんですが、まあ、自由で洗練されている音楽だったり、まあ、おしゃれで大人っぽい音楽であったり、まあ、人それぞれだと思うんですけども、まあ、私にとってはすごく熱く情熱的で、ナンバーにもよりますけれども、非常にリラックスできる、いろんなシーンで楽しめる音楽だなと思います。あ、これお茶です。まだ日中なんで。まあ現代人は情報社会で非常に頭が疲れてると思いますんで、
ジャズを聴いて、で好きなウイスキーモルトを飲んでですね、ぜひリフレッシュしていただきたいなと思います。それではまた後ほど、さようなら。